<laughs> どうもボビーアトレーザーのボビーです。ねマイクをセッティングするのを忘れてましたもう時間にねあの開始時間が6時って決めとったからあの <laughs> あれでしょ。でまああの写真をとかスライドを作るためにですねいろいろやっててですね <laughs> すっちゃかめっちゃかなあー節分の ね、アトリエからお届けしております。ね、えー、どうも、申し上げました、ボビー・アトレザーのーボビーです。ね、えー、またこれ編集しておきますね。<laughs> ね、えー、今日はですね、えー、火曜日ね、ね、えー、レザー・キャスケットについて、その二、先先週に続き引き続き、えー、レザー・キャスケットについてね。 やっぱりこのデザーキャスケットは皆さんあのすぐ関心があるようでですね、えー、あの結構ねあの見ていただいてる方が多くてですね僕もびっくりしておりますけどね、えー、<laughs> ちなみにこのキャスケットはですねもう10年以上前に作ってずっとかぶっててねあのもうええ感じに色が抜けてしまってますけどね。うん、あの まあ、ボビーアドレザーの標準タイプのものです。まあこれは先週ねいろいろお,なんか、あのー、お話、ね、させていただきましたけども今日はですね、えー、ちょっとよ、ね、こちら、えー、こうかなえー、っとですねつば、えーあのー、のこの大きめのやつですね、えー、レザーキャスケットのですね、えー まあ、ジョニーブラックっていう名前につけてます。これはですね、ジョーっていうのとジョニー、ジョニーっていうタイプとね、ほぼほぼ一緒なんですけど、あのあるんですよ。では今日はあのこのあのー、ね、こちらの方のね、えー、ちょっと大きめなあーレーザーキャスケットのお話をね、させてもらってます。させていこうかなとさせていただこうかなと思います。ね。えー <laughs> まあ、のこのキャスケットはですね、えーまあ、非常に、えー、ボビー・アトレーザーの中でもですね、まあ、人気なあアイテムなんですよね、うん、息の長いというか、でまあ、あのこれまで、えー、ベベースは基本的なベースはですねディアスキンで,で、まあ、このクラウンのねこのトップのねこの、えーえー、ちょっと待ってね。 こういうところねこれはまあ,あの、えー、ディアホーンっていうかね鹿の角をカットしたボタンですけどもここをですねいろいろ昔のオールドコイン,コンチ茶のでかいのあのー、リバティコンチ茶とかね、うん、銀貨銀貨ですわとかつけたりとかいろ,いろいろね、えー、あのバージョンをね今は作らせてもらいましたけどねえ今日はあ かいつまんでていうかホームページというかブログの方にね僕が今までアップしてるものがですねえさっきさささっとの画像を抜いてですね,えねご紹介させていただきたいなと思いますねごゆっくりお付き合いくださいねこのね僕もこの放送終わってあまあまあええかこれは後で話そうか <laughs> でですねえこれねあのこのえ大きめのですねこのクラウンのね えー、キャスケットをどんな風にみんな楽しんでもらってるかなって言ったらですね、えー、こういう感じでですねあのちょっとベレー帽的な感じ、うんえー、こう写真がちょっと大きいんですけどこんな感じ、ね、こういう感じでですね、えー、あのラフな感じでかぶってもらったりとかね、えー、して楽しあのいろんなファッションにとかコーディネートに応じてですねこう楽しんでもらってますね。うん まあ僕はまあこっちの方が個人的にはあのー、しっくりきてるんですけど、まあ、まあ最近もう、あのー、髪もだいぶええ感じで伸びてきたんであの大きいのをかぶってねこういろんな被り方してみようかなとあ思っております。ね。はい、あこれまでね、えー、こういうねあのこうつばんところにねこう、えー、渦巻き柄を入れてね 作らせてもらったりもしましたけどね、まあ、いろんな、まあ、あ色とか柄とかね作らせてもらいましたねこっちはー女王タイプですねこ何が違うか言ったらねこの何ですかねこのつばのところ、ね、ブリムこれ全部ねこれもちょっと。 長めの方なんですけど長かったり短かったりとかあそういうタイプでね、まあ、バ,バランスによってちょっと違うんですよまあこれ好みですけどねどれが正解んじゃなくて、うん、まあいろいろ選んでもらいながらでまあこういう結構ねこのパターンね不思議とね <laughs> オーダーいただいたんですよねあの黒赤のツートンね、えー、こちらはですね、えー、この内側のねここ。 ね、このブリムのつばのところのここがですね赤で、うん、製作させてもらいましたね大体ねバイカーの方は結構ね、えー、こ,うあのこの手のねキャスケットを2、ね、トンで多かったですねたまたまでしょうけどもあの多分ご自分の乗られてるねマシーンがの、あのー、例えば赤のねカウルであったりとかして。 でまあ、黒,黒の,このフレームとかでね、まあ、そういう逆のパターンもあるでしょうし、えー、黒赤のバージョンのねツ、えートンのバイクとかに、ね、乗ってるはる方がまあまあ多かったみたいでであのこういうこのパターン何回か使作らせてもらいましたね。うん、それぞれぞ全然あのあのんでる 地域も違いますし、えー、その時期も違いますしあの制作した時期も違いますしうんあのー、でみんなねここのトップは全みんな違うんですよ <laughs> でですね、えー、これもこれはねあのー、このクラウントップのここを赤にして内,ろうう内側は黒にしたんかな でまあ、あのこのステッチをです、ね、黒の革ひもでね編んで、まあ、こういうツートンで,、まあ、こ,でここのトップもですねオリジナルのロゴマークでですねそのお客様の、ね、ロゴマークでシルバーで,です、ね、作らしてもらいましたね。うん でまあ、これも思いい出深い作品ですねこの,この方もあのバイカーの方で、えー、あのこういう感じのハーレー乗ってる方でしたね。はいうん、えっとああとこれこれもいいでしょうねあのこうすごいポップなね、うん、あの色合いで。 これもいろいろレーザーをですね探して何回か、ね、こうメールの打ち合わせさせていただきながらですね、うん、制作させていただきました。うん、なかなかこれもあの記憶に残る、うん、思い出深い作品です。ねえー、あのこのツバの長さとちなみにねこちらとねちょっとほらあの畳んだ状態あの畳んだ状態ですけど 若干長さが違うの <laughs> ちょっとだけの感覚なんですけどね、うん、でまあ定番としてはね、えー、この形があー、あのー、オーソドックスな感じでこれのおちょっとしたサイズ違いかな、うんあのー、基本的には形は一緒なんですけどやっぱこうこのね、えー、遠いっていうんですかそのえー あれ違いでね、サイズ違いででえ制作させてもらってますね。やっぱりここのタイプはうんあの座りがいいっていうかあ見た目見れて,てもやっぱかっこいいな思いますし、うんあのまあこれこのタイプはあつばが短い方っていうかあ今あここにちょっと <laughs> ここに被らしてるまああのこれにこれの このパターンに近いですねこのパターンちょっとあのあのサイズが程よく短いわけでもないんですけどちょうどいい感じのちょっと広めでね、うん、これがまあなんかかわいらしいし、うん、あの女性がかぶっても可愛らしいし、うん、あの男性でももちろんあのかっこいいっていうか、うん、あの美容師のね方とかね、えー 買いに来られました、ねあのうん、でアトリエにもねあのちょうどアイドルアイドルタイムっていうかあのちょうどねあの隙間時間ができたんで何個かこれ作ってたんですよ実は。やっぱり僕,僕個人としても欲しいなと思ったりもした時期があってで、まあ、あの制作はしておいてたんですけどあーね、えー お客様の、お、ぴったりの方が、多くてですね、えー。もらわれていきましたね。うん、もう、す、ごく嬉しかったですね。あ、やっぱり、あのー、アトリエでね。こう、過ごしてるでしょで。かぶっていいですかって,言って、あ、どう,ぞどうぞ、これ、あの、あの。まだ、あのー、新品なんで。形は、まあ、その、整ってはないですけど、ということで。で、恐る恐るですね。か <laughs> ぶっていただいて。 もう100%に近いぐらい皆さんあの似合ってるんですよね。不思議ですよ。ハットでもそうなんですけど革ジャンでも何,何でもそうなんですけどねもの物としては一緒じゃないですか。なのにあの羽織られた時身につけられた時その方のねなんかこう個性が,引き,引,き上が引き立つっていうかあの。 かぶら,ら,らされた感はないんですよね、うん、被らされた感はないっていうか、うん、しっくりきてるんですよ皆さんねあの,あのななんかこうバランスってああそんなもんなそんな感じなんやろうなと思ってねあの <laughs>、えー、すごくね、えー、なんかこう感心させられますね、うん、あこの方にかぶってもらうためにこのアトリエでずっと、あのー、待ってたんやろうなっていうのをですね もういつもねあの思うんですよね。うん、でねなんかこうこうやって愛されてもらえるっていうのがあね嬉しいしやっぱこ年中鹿革なんでね、えー、まあまあ通気性っていうかあの軽いしあのなんかこう汗がたま,らたまらないっていうか熱こもらないんでね意外に。あのでまあ 大きいクラウンでしょだから余計にねあの熱もこもらず年中ねブカッとかぶってもらってでラフにねでなんかかっこよくね、うん、でこう前の方にこうね何て言うんですかワ,ワーク炭鉱粉みたいな感じでねあなんかこうオーバーオールと合うようなこうね、えー、とかまあ。 ああいう職人さんいうかなあのカーペンターとかああそういう方の感じの雰囲気のかぶり方されてる方とかねうんそれまあやっぱりこうレーザーキャスケットじゃないですかレーザーキャスケットやからねもういい感じに育つんですよねこれまた <laughs>。でまあ,あねまたあのいつでもねこれは制作させていただきますしねお気軽にですね、えー メールねでもいいですしお問い合わせねお電話でも全然構いませんしあのこんな感じでこ僕,僕が出ますから電話 <laughs>、ね、あの気軽にあのお問い合わせいただければ幸いです。で、あのー、話が、まあ、ちょっと変わりますけどね、えー、今日節分なんですよね124年ぶり。 今日、ね、この配信してるのが月、えー、2021年の2月2日あ火曜日なんですけどねでいつも言うねあの2月3日が節分じゃないですかでなんか今年はあ,あれでしょうお2月2日があ、ね、節分やと節分がなんかこう運気の変わり目にすごく重要な あいうをね、あの聞いたことがあってですね元旦よりも今,今が割とそうらしいですね,ねえ、えー、なんかこうあなたの、ねえー、時代の幕開けというか、ね、そういうのにねやっぱこうお新しい財布を下ろすとかわ <laughs> か,かりませんよなんか、ね、新しいものを身につけるとかあなんかこうねえ栄養ボーを正すとか。<laughs> うん、そういうのにはぴったりな今日は一日やったなと思いますけどねなんか奇跡的な感じしますね。そうそうあのー、ねこれをご覧になってる方はかるあれ、ね、どこのち地方からっていうかあ、ね、大阪僕ここ大阪なんですけども、あのー、どういう習,あの習慣っていうかねあの節分の習慣ってなんかあるじゃないですか。で僕はあのーまあ、大阪に住んでますけども、あのー、香川県なんですよね。 ですよで僕が子どもの頃はですねえー、イワシしとひイワシがまあまあ晩ご飯はイワシですよイワシお皿のイワシがね子どもの頃すごい食べにくいな思いながら今でもちょっと骨が多いから食べにくいんやけどだけどまあイワシを食べてねそれを食べた後とのですねあのヒイラギあるじゃないですかヒイラギの葉っぱ。 ヒイラギの葉っぱとそのイワシの骨をですねくくわえつけてですね <laughs>、あのー、玄関というか、あのー、門のところにねつってましたね。というのは魔よけというか鬼がどうも苦手や嫌いやと、ね、いうことをお母親からあー毎年のように聞かされてましてね「なんでこんなことするん?」っていつも言いながらね。 うん、皆さんもどこもどうですかね、まあ、これをねこの間、えーね、あの息子に話してたら「何それ」って言って,、えー、ってなんか笑われましたけどね。うん、であと恵方巻きってあるじゃないですかあの巻きずしをね、うん、それはね僕も大阪に、ね、来てもう30年以上経つんですけどお大阪に来てから知りましたね。うん まあそれ,それもねあの今のなんか CM したりとか全国でこの全国展開みたいになってるんだけどほぼほぼ大阪というか関西の方だけやったの気がするんですけどねもうほもう全然知らない知りませんでしたしえなんかあの基地方位の方向いてあの向こうで食べるとかね言うてるじゃないですか。ねあれも お今はねあのポピュラーな感じでね、あのー、僕はあのしたりしなかったりですけどあのしあのイワしは食べようかなと思うんですけどね豆まき豆まきもおなんかもうよ汚れていちまうしね今、うん、子供の頃はねそれこそほんまに外に巻いてましたけどね兄弟でね、うん、だいたい兄貴があの鬼のよう面かぶってね、うんでまあ、僕もかぶったりもしたことありますけどねうん。 まあそういう思い出がね <laughs>、節分にはありますね。はいまあ、そんな感じでですね、えー、今日は火曜日でですね、えー、レザーキャスケットについて、その2ということでね、お話しさせていただきました。また来週もレザーキャスケットの類をですね、帽子、レザーの帽子についてですね、えー、少しお話しさせていただければなと思います。明日はですね、えー レザーハットが、ね、できるまでの制作の話になっているんであので先週に引き続き、第2弾、ね、動,画動画を見ながら、ね、解説していくという新しい試みをです、ね、先週から始めたのでまたお付き合いいただければ幸いです。ねまあ、そんな感じできょうもあのオープニングバタバタでしたけどお付き合いいただきありがとうございます。それでは素敵な節分の夜をお過ごしください。 ボビーでした。じゃあね。バイ。